今日はアムステルダムのセントラルステーション近くのアジアン食品のお店に行ってみたいと思います。やばい、ここいっぱいある。あ、へえ、すごい、何でもあるんじゃない、ここ。ピーピー言って、パッタイの麺もある。パッタイの麺買ってっちゃおうかな。ちょっと高いけど、パッタイ食べたいよね、みんな。うん、ペッパーチリオイル、すごい、あ、セサミオイル、ごま油だ。あ、ごま油がいっぱいある、大興奮。あ、オイスターソース、これオイスターソースもあるじゃん。あ、ラーメンも作れるじゃん、これ作れるじゃん。ラーメン食べたいでしょ、みんな。ママラーメン作るよ。いや、一緒だよ、ラーメンも洋麺も。すごい、ノアタン食べたことない。出前一丁もある、すごい。い、あ、あ、棒ラーメンみたいなのもあるよ。うどんだって。もうシナモン激安、買って帰ろう。ここのスーパーよりも安いですよ。ここ何、ちょっとわからないのがいっぱいある。ブラックソルト、ポピーシード、どこの国のやつなんだろう。ちょっと大興奮しちゃってる。本当だ、椎茸が売ってる。いくら、値段がわかんない。あ、下にもある。あ、でもこれ7ユーロだ。あ、それ10、すごい、売ってんだ。あ、キクラゲも売ってる。大興奮中です。こっちは何、あ、じゃがいもでんぷん、あとは片栗粉発見したよ。こっちは小麦のでんぷんってこと。私片栗粉欲しかったんだ、たっけーな片栗粉。え、 3.4 ユーロ、めっちゃ高い。でも買うわ。タピオカの話から、あ、エビ冷凍の、なんちゃって寿司屋さんとかできちゃう。何これ、中華わかめ、美味しそう。餃子の皮が売ってる。違う、こっちは何、シューマイみたいな皮かな。へえ、すごい、餃子の皮は作ればいいさ。あ、春巻きの皮が売ってるじゃん。あ、すごい、味結構売ってる。お、これは、これ餃子の皮だって。すごいね、売ってた。ここすごい、冷凍食品もいっぱい。ここすごいじゃん、いっぱい売ってる。お酒だ、どこに。あ、本当だ、すごい。そば、味噌持ってる、味噌スープ。あ、ゴールデンカレー 6.5 ユーロだって。すごいね、これ99円とかで売ってるイメージ。これ10点、これ1400円だって。海苔が好きな女わさびマヨネーズ、あ、わさびが売ってる。あ、 SB わさび、わさびか。すごい、おつゆもいっぱい売ってる。すごいね、ここ。お好み焼きのソースもあるよ。味ぽん、わ、めっちゃでかい醤油、薄口醤油発見。薄口醤油もあるんだ、すごい。うなぎのタレがあるよ。これ何、ゆずぽん、好きなの、ゆずぽん。あ、ほうじ茶とかもある、すごい。こっちは、こっちはどっかのお茶。あ、クコの実も売ってる、すごいね。あ、夏メッチ、夏メッチ安いじゃん。夏目は持ってこなくて良さそうだね。すごいいっぱいいろいろある。韓国コーナー、あ、すごい、唐辛子持ってる。すごいな、何でも売ってるよ、ここ。ここは私がまだ開拓してないインドネシア料理っぽいな。あ、でも、こっちはケチャップマンです。あ、インドネシア系だ。 ABC ソース、あ、 ABC ソースね。ニラが売ってる。あ、の梅干しも売ってるよ。すごい、これはガンモドキ、すごい、豆腐だもやしいくらだろう、3ユーロ高い、
あの、こっちの方が安いかも。なんかでも、外国の店を目指す。ああ、タイとかね。あ、パクチーの根っこも売ってる。あ、すごい、ネギも。あ、コリアンダー。中国ネギ。あ、えのきがちょっと安いかも。バイワンフリー。あ、この辺はちょっとそうね、タイ食材みたいな。あ、白菜。キムチ。あ、キムチも売ってるんだ、一応。あ、青じそだ。すごい調子が悪そう。あ、夢錦は、あ、わかんないけど、いくらか。お米も売ってますよ。あ、なんかコアラのマーチみたいなやつ。あ、ここお菓子だ。あ、魚肉ソーセージが売ってる。あ、せんべい。あ、ゼリーが売ってる。3ユーロ。1、3、4、5、6。餅だって。まあ、こんな感じの。あ、招き猫が。めっちゃ売ってる。こんな感じ。楽しかった。マーケ的に。あ、かっぱえびせんも売ってる。辛い。大福ね。おまけ的な。餅アイス、いくらこれ？1個 1.5 ユーロ、そうだね。あ、なんかそんな感じでした。オリジナルの洋服、色がいいね。ちょっと欲しくなっちゃうわ。じゃあ、東京ダンヤン、ヨーヨーフレッシュティーバーです。今日はタピオカを頼んでみました。美味しそう。甘い香りがすごい。すごい。レモンポッピング、マンゴーポッピング、ライチポッピング、ライチジェリーとか。へえ、すごいね。ミッフィーちゃん入りのやつもある。飲めないね、これが。ストローは紙だ。BTS だ、これ。BTS もいっぱい。あ、いいの？はい、どうぞ。タピオカできました。5ユーロ。刺していけば、それ。ヨーグルトマンゴー。お味はいかがでしょう？飲んでみて。店内はこんな感じで。タピオカが硬くなくて美味しい。マンゴーヨーグルト美味しいじゃん。ミルクが苦手な彼女も飲めるそうよ。気づいてなかったけど、ここは中華街でした。すごい鳥だね。麺料理も多い。美味しそうにみんな食べてますよ。パッツァイ、ニューキング、ラーメン屋さんだ。パッタイ屋さん、いくらぐらいするの？パッタイ14ユーロですか。14ユーロって21ユーロなの、これ。うわ、すごい。3000円だって。これこっちもパッタイ、私作るパッタイ。あ、なんか甘いの持ってる。気づかなかった中華街でした。リトル中華街だね。リトルチャイニーズタウンって感じ。こんなお店もあったり。場所的には少し短い感じか。なんか可愛いお店を発見。ドリンクはドランクって言うんだ。へー。可愛いカフェ。ロックンロール、ブロカンとエスプレッソ。今度来てみたいかも。可愛いよ、ここ。なんてお店？テイクアウェイってか、ラウテイ。素敵なお店だね。トリップアドバイザーのシールもいっぱい貼ってる。髪型美容中心、そんな美容室もあったり。まあ、小さい中華街でしたが楽しかったです。買ってきたものです。両麺、油麺だって。油で揚げてるのかな、それは嫌だけど。とりあえずラーメンで、パッタイの麺、嬉しい、買って。で、片栗粉はね、いろんなとこで見れないから。じゃがいもでんぷんって書いてるか、私でもわかります。あと、わさび。300円ぐらいだったかな。あ
とシナモンはすごい安かった。はい、そんな感じでした。中華街楽しかったです。